はい、ということで皆さんこんにちは、そうか、シュウでございます。さあ、本日はですね、ちょっとね、最近レビューでスニーカーレビューが続いていたんですけれども、ちょっとね、紹介できてないものがあって、まあ最近ね、買ったものってことなんですが、まあもうちょっとね、季節も春から、もう夏日みたいな日もですね、最近は出てきてるぐらいのですね、まあかなり暖かくなってきているですね、季節柄だと思うんですけれども、まあこれからの季節ね、まあ T シャツとかロン T ってめっちゃ着ると思うんですよ。僕も T シャツの所持数多分異常だと思うし、T シャツってすぐ買っちゃうじゃないですか。で、ロン T とかもね、この春先、まあ5月とか6月までぐらいですね、結構着れるシーズンだと思うし、まあロン T シャツっていうのはね、結構幅広く使えるアイテムとしてですね、まあ皆さんお好きだと思うんですけれども、ちょっとね、ここで紹介しておきたいその T シャツロン T シリーズがございまして、以前にもね、紹介したことあるブランドではあるんですけれども、まあ今回ね、ちょっと2つほどですね、ブランド持ってきてですね、紹介していこうかなというふうに思うんですけれども、結構 T シャツって、まあ、無地の T シャツがもちろん使う時もありますけれども、結構その自己表現の一環としてですね、 T シャツ結構僕アクが強いですね、 T シャツ結構好きで、ちょっとセクシーなですねエロ T だったりとか、あとはヒップホップネタのサンプリングの、まあ、T シャツとか、割とそういうメッセージ性強いものが僕は結構好きで、まあ、結構ねアクが強いんですけれども、まあ、好きな人にとっては好きだろうし、まあ、こういうブランドあるよってことはね絶対知っといた方がいいなというふうに思ったのでですね、今日はそちらを紹介しておこうかなというふうに思っております。まあ、まずはね、何はともね T シャツ1枚目ちょっとご紹介したいんですけれども、その T シャツがこちら、はいどーんということで、こちらのですねアカプルコゴールドというですねストリートブランドの T シャツでございますね。で、今回はですね、まあ、この感じ見たらわかる方いらっしゃるかと思いますけど、これねティファニーのサンプリングのですね一着ということで、ボディがですね完全にティファニーブルーに、このねフォントとか、あとこの銀文字の感じ、これですげえティファニーのサンプリング忠実にしてて、あ、これ可愛いなと。あとはまあこのね、ティファニーから僕大好きなので、速攻で買った一着なんですが、でまあこのね、アカプルコゴールドっていうブランドなんですけれども、2006年にスタートしたブランドで、もともとね、シュプリームのデザイナーをしてた方がですね、まあ独立して始めたブランドなんでございますけれども、このアカプルコゴールドっていう名前に関してはですね、調べれば出てくるので、ぜひ調べてみてください。ちょっとね YouTube 上だと言えないのでそれが結構まあそのブランド名もかなりアクの強いですね名前にはなっているんですが、まあ何が僕このアカプルコゴールド好きかって、なんかちょっとこう毒っぽいというか、なんかこうサンプリングネタとかも結構ブラックユーモアが溢れてたりとか、まあ、結構あとセクシー系も多かったりするので、まあ、そういうとこはね僕結構好きで、新作出るたびですねチェックはしているんですけれども、まあ、今回のねこのティファニーサンプリングの1着もすごく綺麗だし、なんかちょっとそのハイブランドに対するこうまあ、挑戦じゃないですけれども、なんかちょっと皮肉っぽいところもですねすごく感じる一面なので、まあ、僕はすごく気に入ってるんですけれども、でこのねアカプルコゴールドアメリカでも結構有名で、まあ、スケーターのバックアップとかもねがっつりね、してるような、もう完全にこうスケートブランド、そしてストリートブランドとしてですねかなりこう有名ではあるんですけれども、日本でもう結構人気っぽいですよ。結構ラファエットとかに入るとすぐ売れちゃったりとか、僕もすぐ行かないとなくなっちゃったりするようなですね、まあ、ブランドなので、まあ、もしねこういうちょっとサンプリングネタとかそういうものが好きな人はですね絶対チェックするべきブランドだなっていうふうに思ってますね。店舗とかはなくて、ディーラーさん、僕はねラファエットで買ってるんですけれども、ラファエットとかそういうセレクトショップとか、あとは確かオンラインオンラインショップが確かあったような気がするんですけれども、まあ、そこでね買えるといった感じなんですが、まあスニーカーヘッズ的には2014年のコラボのダンクが一番有名なんじゃないですかね、アカプルコゴールドの。まああれはね僕ちょっと持っていないんですけれども、まあスニーカー好きでもねまあ一度は耳にしたことあるブランドなんじゃないかなというふうに思う、ブランドでございますね。なんかね、作りもすごくしっかりしてるんですよ。ボディとかもやっぱシュプリームのねプロダクトを担当してたってこともあって、アメリカとかカナダのですね、まあ、工場にも、まあ、精通してるブランドなので、ものづくりもすごく丁寧で、こういうプリントとかもねすごくしっかりしているので、僕的にはねすっげえおすすめのブランドですね。で僕はこの大好きなキャップもアカプルコゴールドですし、まあ、僕はねかなりチェックしてるブランドなので、まあ、シュプリームとか被るしなっていう方はですね、値段も全然こっちの方がお求めやすいですし、チェックしてみるのもありなんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとこれ着てみましょうか。せーの。はい、ということでこんな感じです。僕ね XL 着てるんですが、1枚でね夏とか着るときは、これぐらいでかくていいんじゃないかなというふうに思うサイズ感ですね。L でも全然着れるんですけれども、僕ぐらいで L でちょっと大きいからぐらいですね。ラファエット買ったことある方はラファエットのサイズ感と同じで全然大丈夫だと思いますけれども、そんなサイズ感でですね僕は着ております。このカラーとかめっちゃ良くないですか？もう早く夏が来てね、もう夏にこれもパーンって着たいんですけれども、続いてねどんどんちょっと今ブランドの説明とか長かったですけれども、ちょっとねアカプルコの、T シャツどんどん紹介していきたいと思うんですけれども、次のね、T シャツがこちら、ドーンということでこちらでございますね。これもね、ちょっと、こっからはですね、ちょっとあと2枚紹介したいんですけれども、セクシー T シャツ系でございます。ネタ使いが結構エロティックなのが多くて、で、それもね、ちょっとね、T シャツとしては大事な要素かなと。苦手な方いると思いますけど、僕はね、結構、好きで買うんですが、これちょっとよく見えないですよね。これ近く寄りますからね。はい、ドーン！もう、これはもうね、完全におちりですね。外国人の姉ちゃんのお尻がですね、ちょっとこうモザイクかかった感じでですね、一応表現してるんですよ。これちょっと近く見たら分かると思うんですけど、ちょっとね、格子状にはなってるんですが、遠くから見たらもう完全お尻ですね、これは。こういうね、ちょっと、女性の、セクシーなサンプリングとかもすごくしてる。本当にこれだけなんですよ。お尻に、下にですね、ここアカプルコゴールドのロゴが入ってるという感じなので、ほんとシンプルなんですけど、ちょっとこのボディの黄色がね、ちょっと危うい感じも出してますし、僕はね、このデザインめっちゃ気に入ってるんですよ。このエロネタ使いもね、ほんなにやらしくなくて、でもちょっとよく見たらね、ちょっとセクシーだなっていうのがですね、結構僕好きなので、さらっとこういうのね、着てると、かっこいいじゃんってなると思うので、もしね、気になる方はぜひ、買ってみるといいんじゃないかな。これはもうなかったかな。ちょっとね、前の、アイテムなので、今あるかどうかわかんないですけど、結構随時ね、こういうセクシーネタも、どんどん出してるブランドなので、チェックしてみるのいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとこれ着てみましょうか。せーの。ベドーンということで、こんな感じですね。もうさらっとね、黄色なのでボディのインパクトも大でございますけれども、これもね、XL で、着ておりますが、さらっとこういうの着てるとですね、僕はかっこいいなと思うので、あまり誇張しすぎずですね、いやらしくなくこう着れるなというですね、デザインバランスが僕は結構好きなので、ちょっとね、これからも、いろんなそういうネタ出てきたら買おうかなと思うんですが、もう一着あるんですけど、これもね、ちょっとね、セクシー系でございます。ちょっとね、カラーバランスがすごく可愛いなと思う一着だったので、紹介したいなと思うんですけれども、その一着が、こちら！はい、どーんということで、こちらなんですけれども、まずね、このカラーリングがまずいいなと。これね、アカプルコってこのポップなですね、ピンクのプリントにですね、この黒で、女性がですね、こうちょっと、すごくセクシーな感じでですね、佇む影をですね、プリントして、で、このね、下に、アーサーにプレイスフォーシェイディーピーポーって書いてあるんですけれども、ちょっとね、皮肉っぽいですね。ちょっとその内に秘めた、エロイズムじゃないですけれども、ちょっと人間の本能みたいなものをですね、指すような、ちょっとこの皮肉っぽいメッセージもですね、下に、添えられた、このちょっと女性が上にこう、またがるような感じでですね、これなんか丘の上にいるライオンみたいな感じのをちょっとイメージしてるらしいですけどね、こうちょっと獲物を狙うみたいな感じのこう、こういうね、ちょっとアクの効いたエロティーみたいなのもですね、僕結構好きで。こういうのね、結構出してくれるんですよ、アカプルコって。めちゃくちゃ過激なのって絶対出さないんですけれども、ちょっとこう、皮肉っぽく、かつこう、セクシーで、下品じゃないみたいな。ところがですね、僕結構好きなバランスで、カラーリングとかも前提として全部かっこいいものが多いので、これちょっと90年代とか80年代ポップな、テイストもですね、どんどん出してくれるので、結構ね、全部はもちろん買ってないですけれども、こういうネタ使いが出てきた時は、ほぼほぼ僕は買ってるって感じですね。これもちょっと着てみましょうか。せーの。はい、どーんということで、この感じめっちゃ可愛くないですか？もう前提としてそのデザインがまず可愛いので、それの上にですね、ちょっとこういうネタが乗っかってるというところも僕はね、大好きで、もしね、こういう T シャツが好きだよという方はですね、ぜひチェックしてみるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。さて、続いてですね、2ブランド目なんでございますけれども、このブランドはですね、僕の大好きなラファエットがですね、こうセレクトショップとしてですね、展開しているプリビレッジというですね店舗がありまして、今高崎と原宿だとニューヨークの、店舗もですねプリビレッジニューヨークという風になっているんですけれども、そのラファエットがもちろん母体ではあるんですが、またそのラファエットとはまた違う感じでセレクトしてたりとか、あとそのプリビレッジのオリジナルラインをですねブランドのコラボももちろんやっておりますし、ロゴティーももちろんありますし、そのラファエットとまた別ラインで、活動しているですね、ブランドラインでもあるんですけれども、そこでですねめっちゃ可愛いですね、これまた T シャツロン T をですね、手に入れましたので、そちらもねちょっとご紹介していきたいんですけれども、まだね一番最新のですね、コラボにはなると思うんですが、これロゴとか最高に可愛くてすぐ、買った1着でございますね。ではね、その1着ご紹介したいんですけれども、その1着がこちら。はい、どうもということで、こちらのですね、薄いピンクのですね、一着なんでございますが、はい、ということで、裏はね、こんな感じですっげえ可愛いポップなですね、ロゴが展開されてるんですが、こちらね、シャンパンのブランドのリュックベレールというですね、ブランドと、プリビレッジの、コラボによるですね、一着ということで、これ以外も確か T シャツとパーカーかな、確かキャップとかもあったと思うんですけど、何アイテムがね、展開していたんですけれども、このシャンパン、アンバサダーにDJ キャレドとか、結構ヒップホップ好きの方とかだったら、アーティストの MV とかでもですね、使われているような、すごく有名なシャンパンブランドなんですけれども、今回はね、ちょっとこう、クラブっぽい感じ、昔のちょっとこう、クラブっぽい感じですよね。女性のイラストもですね、ちょっとこう、オールドな感じがして、古き良きアメリカ感もですね、しっかりこう出た、レトロテイストなね、一着ということで、まずこのね、後ろのバックプリントに僕は完全にやられちゃってですね、そこでもこれは行くしかないなというふうにですね思ってですね買った一着なんですけれども、このシャンパングラスに女性が、座ってですね、この手にリュックベレールの、ボトルをですね持ってるというようなテイストでございまして、フロント部分はねほんとこの左胸に、コラボのねロゴがあるよという感じのですねすごくシンプルな一着なんでございますけれども、このデザインやばいでしょ。一応ねこれ架空のナイトクラブという設定でですね作った一着ということなんですけれども、こういうですねネタ使いというかラインが出せるのもほんとかっこいいなと僕はですね思っているので、もしねこういうのが気になるのであれば、これは別にエロ T とかではないですけれども、このテイストとかね出してくるのは結構プリビレッジの、かっこいいなと思うところなんでございますけれども、これもちょっと着てみましょうか。せーの、はい、ドーンということでこんな感じでございますね。いやこれめっちゃよくね、もう後ろのもう存在感も抜群だし、このボディのピンクもですね非常にこう雰囲気と合ってるというか、これちょっとナイトクラブ感もですね非常にこう前面に出てるような一着で、僕はですねもうめちゃくちゃ気に入ってますね。こういうデザインがあると僕はもうすぐ買っちゃうっていう感じなので、こうちょっとコンセプトが面白いなと思ったりするグラフィックが僕大好きなので、ちょっとね自分のブランドでも、こういうですね面白いネタ使いしていきたいななんていうふうに思ってるんですが、でこのプリビレッジからですねもう2着、紹介したいんですけれども、まずね1着目がこちら。はい、どうもということで、こちらですね、今回 T シャツなんですが、ボディがね、この紫なんですけれども、この後ろのね、グラフィック配当ドン、これね、かっこいいんすよ。これね、元ネタはね、確か、ニューヨークにあるですね、ジャズクラブの、サンプリングなんですけれども、これね、上にプレビレッジと、書いてあってですね、真ん中のロゴもですね、その、ジャズクラブのサンプリングになってるんですが、これも一応、仮想のジャズクラブというようなですね、感じでですね、きっとサンプリングしてですね、作った一着なんですけれども、このね、色バランスもいいですよね。このボディの紫に、これちょっと赤のですね、ロゴがですね、非常にこう、ナイトクラブ感、ネオン感もですねすごく出てるような一着で、これね非常に僕もですね気に入ってる一着ですね。胸はね背中に入っているロゴがちっちゃくなって左胸にプリントされているという感じなんですが、元ネタがね僕も大好きな、僕もね行ったことあるニューヨークにあるですねジャズクラブということなので、そういうちょっと僕はねジャズという切り口からもですねすごく親近感の湧く一着ですし、持ってくるサンプリングのネタがめっちゃ渋いなと僕は結構つくづく思うアイテムが多くてですね、プリビレッジの、T シャツもすごくね楽しみにしているんですけれども、ちょっとこれも着てみましょうか。せーの、アイドンという感じでこんな感じでございますね。この後ろの存在感ね、これかっこいいでしょ。元ネタがジャズクラブってことで僕もね思い入れはひとしおなんでございますけれども、非非常にね、僕は気に入った1着でございますね。で、最後のね、1着は非常にシンプルなんですが、これまたね、絶対1着は持っときたいなと思えるような1着でございますね。その1着が、こちら。はいどうもーということで、こちらでございますね。もうね、超シンプルなプリビレッジのですね、ロゴ T でございますね。フロント部分に、こちらプリビレッジ東京と書いてあるロゴがですね、胸の中心にある。まあ、これだけなんですけれども、3月のですね、中旬にですね、プリビレッジ東京、原宿にあるんですけれども、まあ、改装リニューアルということでですね、新しいお店となって、まあ、リニューアルオープンしたんですよね。で、その際にですね、オープニング記念ということで、このロゴのですね、1着出たらしいんですけれども、確かね、プリビレッジ東京っていう、プリビレッジだけとかだったらあったのかもしれないですけど、このプリビレッジ東京というですね、こうシンプルなロゴ T がですね、黒と白で、出てたと思うんですが、このロゴ T はですね、まあ初めて出すということで、今までになかったロゴ T ということで、僕はね、結構、かっこいいなというか、まあこれはね、プリビレッジ好きにとってはね、もう絶対手に入れとかなきゃなと思う1着だったのでですね、まあ、ゲットしたわけなんですけれども、これもちょっと着てみましょうか。せーの。はい、どーんということで、まあこんな感じでございますね。非常にね、もうシンプルなんですけれども、いわゆるロゴ T っていうのはね、いつ着てもいつ持っててもですね、まあ、不足ないようなですね1着だと思うので、まあ、これもねかなりヘビロテしていこうかなというふうに思ってる1着でございますね。前のプリビレッジ行った方もですね、かなりリニューアルしてですね、店内の印象も変わってるので、まあ、スニーカー好きだったらね原宿行くこと多いと思いますけれども、場所としてはニューエラの原宿店のめっちゃ近くっすね。原宿のちょっと奥なんでございますけれども、まあ、原宿行った際はね、ぜひ、寄ってみていただいて、アカプルコももちろん置いてる時もありますし、まあ、こういうプリビレッジオリジナルのね、T シャツラインとかアパレルラインもめちゃくちゃ僕は好きなので、まあ、もしね、気になる方はぜひチェックしていただければな、というふうに思っております。さあ、ということで、今回はですね、まあ、T シャツロン T ということにちょっとフォーカスしてですね、まあ、お送りしたわけなんですけれども、まあ、シュプリームとかもね、かなりアクの効いたですね、デザインとかも、かっこいいなと思うものもあるんですけれども、まあ、こういうですね、渋いネタ使いしてる T シャツもあるんだぜっていうこともですね、僕は結構紹介したかったことだったので、もし気になる方はですね、まあ、インスタとかもフォローしてもいいと思いますし、まあ、チェックしておくと自分にねハマるグラフィックの T シャツとかも多分出てくると思いますし、まあ、そういうのねチェックしてるとどんどんまたこう流行を追うとかじゃなくて自分の好きなものを追っかけるっていうスタイルになっていくので、まあ、そういう方がねですね僕は結構楽しかったりするので、まあ、ブランド名ばっかではなくですね、そういうネタ使いにフォーカスしたお買い物なんかもですね、僕はどんどんしていっていいんじゃないかなというふうに思っております。さあということで、今回の動画ね面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価のグッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next movie! じゃあねー。